今天外茶に来てます。黒助さんに行ってみたと思います。それでは行きましょう。坂戸家さんの前にある黒助さん入ってみたと思います。海鮮居酒屋黒助さんです。お疲れ様でした。飲み物がこういう形で乗ってます。スピードメニュー280円安いですね。海鮮が取れる。海鮮が。そうですね。うまい。マムテでいい。わかる。マグロ。あえてマヨネーズつけます。あ。はい。絶対の。昔から。鮭も多分ある。日本の朝ここでしか見たことないけど。そう。何時からかな。いただきます。日本だと寝てんの。あまりな。ゲーム食べようと思ったら半分になりました。今日もこうしました。やっぱりマヨネーズやね、安定の中古めて厚揚げや、カリカリ厚揚げって手作りというものです。この厚揚げすごいでしょ。これを中でね、醤油かけますよ。醤油で垂らしますよ。ちょっと恥ずかしいな。お父さんも王子さん。醤油で正解なんかわかんないですけど、まあこれをねちょっと今からいただきたいと思います。お父さんも王子さん。乾杯しようと。そっち。もうちょいかけた方がいい。これでも刺身醤油ですよね、やっぱ。これ見てください、手作りですからね。ちょっとこれ切ってみてどうぞ。顔ではない。20代。ほらやばい、カリカリ。確かにね、中はねふわふわ。ちょっと待って、これ失敗や。これカット。これカリカリでね、中はねすごいふわふわですわ。これをちょっとね、いただきたいと思います。これちょっとまずお皿に移して、この生姜ね、これをちょっと乗せて食べてみたいと思います。これでいただきます。その今失敗したところもどうせ垂れ流し込むんでしょって言うてるシーンも垂れ流し込む。これ顔が笑っとるやないかいって。ちょっと待ってね、彩りに。なんでずっと回してるんですか、カメラを。やっさん怖いからね、1時間回すからね、ほんまに。悪いとこばっかり撮ろうとすんねん。ちょっと、まだ回してるわ。怖いわ。ちょっと怖いわ。自分食べなあれや。棚を回して。便乗ですわ。はい、このカリカリの厚揚げね。中はもうトロトロ。いただきます。ずっと回してるな、怖いで。いただきましょう。うん、
あっこ。うまっ。カリカリのふわふわ。ほんま手作りなんもわかる。今揚げて作りました。そういうね、もう手作りのめちゃくちゃうまいね、厚揚げ。これ最強にうまい。いわゆるやっぱりうまい。胡椒がいただきてます。生姜つけたら うまそうになりました。動画撮ってるからこっちはリアクション専用に我慢してんのに求めてくるんだ、ね、求めたのシャワーだね。ほら食べるで今宮神社お店に申し訳ないよ。こんだけ美味しいやつあげカリカリでうまいやばい、ね、カリカリかな、これは取らんでカリこの音からね、うまい。TikTok でお願いします。ね、TikTok もなんか、あ、すごいか。とろとろ。お前、豆腐をね、豆腐から揚げて、ね、一から作るからね、これ。いただきます。うん。どうですか、この厚揚げ。むちゃむちゃ、え、うめえ。あ、わかんない。もう最悪やな。メモーン途中で M とかやつじゃん。 M ってない。いや普通に熱くてね、熱々なんで普通に噛みましたわ。うん、うまい。これ間違いないやつ。これ食べたらあれいけるんだよ。厚揚げ食べたらいけるんじゃん。いや確かに、これでも鉄板メニューですね。これはほんまにこれ絶対まずは、うん、あのまあ海鮮関係ないけど、そうこれは間違いなく頼まないと、ここ、うん、赤メニューの一品に加わりました。確かに。今度来るときまた厚揚げ食べてお願いします。厚揚げ食べたい、ね、それは踊れるぐらい美味しいですね。確かに。ありがとうございます。はい、いただきます。これうまいですね。うん、うまいですね。シュガシュガベイビー。間違いないですね。白身の王道。もうこれはね、このワインの風味とね、相まみえて、もう絶品。はい。やばい。これ飲んでる。あんねん、あんねん。でもやつこう飲んでる。それ聞いたの。違うね。私なんかちょっと。ちょっと食べてもうた。食べてもうた。食べてもうた。あっちの違う顔がいてくれる。でそれはもうこの人は以前に通れませんでしたよって書いてるから。タイはタイのタイだのあっ、言わずとかえ、すまんそう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 もう一回もタイはタイのタイはタイのタイなんだ。会話されるっていうこれってえ、なんで会話食べなさいやなんアップしたタイの白身いただきます。はい、ありがとうございます。はい、いいですか。はい、なんか食べますか。大丈夫です。はい、じゃあなしです。はい、ね、ありがとうございました。これ、ワイン強め。白身じゃなくてもそういうのもあるけど、結構ポン酢やった方がいいかもしれない。苦手な方は白ワイン。4、だから20センチぐらい違う。これはもらってるから。もうない、もうない。
ただきます。うまい。めちゃくちゃうまい。どうぞ。最高。今日は僕らにね、なんとか助けてくれた。そうそうそう。まだよ。知らない。早くえや。早くえや。何もつけてなかったら豆腐です。いやいや、蒸しやからだって。また豆腐や。こんな何回目やねん。これ今日も2回目やねん、これ。何回やよ、もうこっからはよくえやよ。テープ増えて取れてへんの。どっちがって、もう落ちからか、そっからね。また行きかねつけない。もう一回つけてもらうと、どう、どうってるわけないやつやん。どう、半分ぐらいつけてほしい。どこに。美味しいです。介護センターで食に与えとなった時の人が言う言葉です。眩しいぐらい美味しかったです。これ回ってました、ほんまに。あ、今やん、回った。パチエモンちゃうわね。梅モン、梅パチモン、パチ梅モン。あ、でもまたなかなかやん、パチ梅モン。パチパチパチエモン。えのき、いただきます。えのき、頑張れ。えのき、頑張れ。頑張れ。女の子もっとかかるから、そんなやつは無理するから何をしたらいいか分からん。うめえもん。はい、天ヶ茶屋駅前にクロスケ1ヶ月前オープンしたので、皆さん魚を食べたい方はぜひ来てください。とんかつも美味しいんですね。はい、揚げ物もとっても美味しいです。ありがとうございます。